皆さんこんばんは、龍玄俊です。今回は桃色歌合戦に初出場させていただきました。そうですね、今回はもうももクロ伝説のシンガー栃に負けないように、歌い尽くそうと、歌い切ろうという思いでステージに臨みました。2022年は本当にこうアルバムもリリースさせていただいて、またコンサートも、またいろんなイベントやテレビの出演など本当にたくさん、やらせていただいて本当に幸せな1年でした。来年はもっともっとみんなで幸せになりたいと思います。以上、龍玄俊でした。ありがとうございました。